その女優はヌーヴェルバーグの有名な監督と付き合っていた。監督の脚本には赤裸々なベッドシーンがある。その女優は考えた。もしこのシーンを素晴らしく演じたら、監督としての彼は評価してくれるだろう。だが恋人としての彼は離れていくかもしれない。フランス映画恋人たちのベッドシーンは、女優ジャンヌ・モローの名演技と監督ルイ・マールの見事な演出で映画ファンを圧倒する名シーンとなった。そして結局二人は破局した。ヌーヴェルバーグを代表する女優として、その大敗的な魅力をスクリーンに刻んだジャンヌ・モロー。恋多き女優として知られる彼女は、こんな恋の格言も残している。恋愛はポタージュのようなもの。はじめ吸う口は熱すぎ、最後の吸う口は冷めすぎている。Vision.